ちゅうまに次の日でちゅう。音無三姉妹です。音楽祭に出場することになったんだ。どうも応援よろしくお願いします。よろしく。はい、いいよ。ナイス無限よ。これなら本番もバッチリだな。やれやれ、今夜は早く眠れそうね。妖怪新聞の号外です。ぜひ読んでください。です、今回は音楽祭の特集ですよ。読まないと凍らせるぞ。お触りは禁止だ。気持ち悪いです。ちょっとあんた何やってんのよ。気持ち悪いこと言わないで、あっちに行きなさいよ。こっちに来て手伝ってよ。謝って済むような問題じゃない。部外者が偉そうに。すごい人だかり。新聞目当てだ、そうに決まってる。ラン、現実を見ましょう。くそ、胃が痛くなってきた。やっぱり彼女たちは学園のアイドル、転入生に過ぎない私たちとは地力が違う。演奏はともかく勝てる気がしないわ。これは奴らが作った新聞。なるほど。どうしたの、ラン、頭がおかしくなったの？真似しないでください。やつらは墓穴を掘った。え、どういうことなんですか？明日になれば全てがわかる。何も心配せずに、いつものように小さいことから。コツコツとだな、ラン。そういうことだ。割に膝が震えてる。あんまり自信がないのね。あっちゅう間に放課後でちゅう。つくねくん、そこどいてや。
ネ君、そこどいてや。後でお詫びをするから。いった、そんな暇ないよ。早く銀先輩を捕まえなきゃ。うん、分かった。うん、連れてきてくれてありがとう。ギターの練習に夢中になりすぎて銀先輩に隠し撮りされちゃったの。それで慌てて追いかけてたんだけど。うん、ごめんね、つくね。違うの、お弁当が。船のために作ってきたお弁当がさっきぶつかったショックで銀先輩に隠し撮りされるし最悪だよ。ダメだよ、ぶつかったショックできっとぐちゃぐちゃになってるよ。見てなくてもそれくらいわかるよ。それじゃ。嬉しいよ、つくね。あなたに褒めてほしくて頑張ったの。食べてもらえるかな。次々と差し出される4種類のおかずに割り当てられたボタンを正しく押すと食べられるでちゅ。大好きな女の子の手作り弁当を食べられるなんて羨ましいでちゅ。残さず全部食べるでちゅよ。ありがとう、すごく嬉しい。そうだ、デザートも用意してたのよ。召し上がれ。ああ、そんなにがっつかないね。それじゃあ私そろそろ行くね。終わっちゃったけど、やっぱり満足に走ることもできない。いやだ、つくねじゃない。ご覧の通りよ、もう痛くもなんと。痛い。だって写真が先輩が裏ルートで流しちゃうかもしれないし。足が痛くて走れないよ。そんな、いいよ、悪いから。うん、そうかもしれないけど。じゃあ、遠慮なく。Oh.
丈夫？重くないかな？顔が赤いみたいだけど。銀先輩を見なかった？つくねが父女に取り憑かれている。待っていろ、今助けてやるからな。つくね、お前は優しすぎるぞ。父女もいい加減そこから降りろ。怖い、あたし怪我人なのに。助けて、つくね。つくねが怪我されていく。そうよ、あんたの出る幕じゃないのよ。あんまりだ。勝った、久しぶりの大勝利よ。やっほー。そうね、お願い。クルム聞こえない。助けてくれ、足を怪我してしまった。ちょっと、そばにあるトンカチは何なのよ。あんた自分でやったでしょ。偶然だろう、私は知らない。しらじらしい嘘をつかないでちょうだい。お前は優しいな。こんな。早くしろ。つくねは降りろと言ってるんだ。ちょっとストーカー。そんなにつくねにくっつかないで。仕方ないだろう、足が痛いんだから。つくね、私を支えてくれ。遊んでいるのではない。そうよ、ゆかりちゃん、銀先輩を見なかった？あんな犬頃なんて放っておいて、みんなで遊びましょう。なるほど、それは困りましたね。
き止めましょう。ダウジング？と言っても面倒なのは私だけなので安心してください。つくねさんには私のサポートをしてもらいます。大丈夫です。つくねさんにやってもらうのは簡単な計算問題ですから。間違っていても私がチェックしてあげますから安心してください。ちょっと私たちには何もなし。仲間外れは良くないな。つくねさんと一緒に計算問題をやりたいんですか？つくね頑張れ。陰ながら応援してるぞ。バカが黙ったところで始めましょうか。数式の空欄に数値を代入して完成させるでちゅ。もたもたしてると制限時間に間に合わないので気をつけるでちゅよ。全問正解です。ちょっと待ってください。本当だ、間違ってます。つくねさん、すごい。謙遜しないでください。つくねさんはすごいです。今度私にも勉強を教えてくださいね。金先輩の居場所が分かったです。屋上です。間違いありません。ありがとう、ゆかりちゃん。これで写真が取り戻せるわ。やめろ、つくねが苦しんでるじゃないか。私は軽いから大丈夫なんです。お二人のどちらかが離れた方がつくねさんの負担は軽くなりますよ。まあつくねは強い子だから。そうよね、これくらい平気よね。足だけじゃなく心も痛いんだ。お願い、写真を取り返したいの。ありがとう、つくね。お前は本当に優しい。それじゃあ金先輩を探しに出発です。おお。そのダウジングっていうのは確かなんだろうな。はい、間違いありません。ここにいるはずです。あ、あそこに銀先輩が。つくね君、それはなんや、モテ自慢かいな。隠し撮りした写真を渡しなさい。ふん、誰に向かってそんな口聞いてんね。やっぱり説得じゃ無理です。ならば腕ずくで。こんな状態でやりようてもつくね君を喜ばせるだけやからな。逃げたです。追いかけましょう、つくね。どうした、具合でも悪いのか。そんな仮装行列じゃ追いつけんで。待つです。
あ、どんどん離されていく。写真をよこしなさい。写真をよこしなさい。待つです。逃がしはしない。つくね、ちょっとうずいてきちゃった。胸をつけたらつくねにバレちゃう。これじゃあ私まるで純情少女じゃない。恥ずかしいよ。純情少女、そういう作戦もありね。どうしたのつくね。リアクション薄いわね。純情少女がお好みじゃないのかしら。お前が探していた写真はこれか。これよこれ、ヤフー。ありがとう二人とも。写真を取り返せてよかったです。一体どうなってるの。そんなに重くはない。ベビーに対して失礼でしょ。クルーモさん、早くつくねさんから降りてください。とうに怪我は治ってるはずだぞ。つくねにつけられた心の傷がうずいて痛い。お願い、このまま私を背負っていて。泥棒猫が本性を現したな。クルルさん、ずるいです。中間に夜でちゅう。どうしたんだ。元気がないけど。私たち本当に優勝できるのかしら。なぜだレン。新聞部の人たちすごい人気だから。確かにあいつら花があるな。朝の話を忘れたのかレン。何の話ですか。墓穴の話だ。ああ、言ってましたね。
BL ばっかり読んでるからてっきりおけつの話だと思ってたけど。私たちに足りないのは知名度だ。それ以外奴らに何も負けてない。なんでそんな自信があるの？それにその知名度だけど、うん、本番までどうやってあげるつもりかしら。朝のアピールだけじゃ追いつかないわ。ランは全く働かないしな。なんだと？私はお姉ちゃんだぞ。まあまあ二人とも落ち着いて。私は落ち着いてる。私だって落ち着いている。全然落ち着いてないわよ。それでなんだ、何の話をしていたっけ。はあ、じゃあもう一度言うわね。どうやって知名度を上げるつもりなの？知名度ならもう上がっている。どういうことだよ、きちんと説明してくれ。今朝あいつらが配っていた新聞、確か音楽祭の特集とかって言ってましたね。そうだ、しかも私たちのインタビューが載っている。なんだって？まあ読んでみろ。いつの間にインタビューなんて。おいレン、お前ケーキ好きだったっけ？甘いものは大嫌いです。俺ってさ、捏造じゃないのか？こんなの私たちじゃありません。ああ、ぶりっこすぎて気持ち悪い。確かにこれは捏造だ。こんなの私たちじゃない。だけどよくできている。まるで私たちが本当のアイドルみたいだ。ドイツが捏造したか知らないが、全く大したもんだよ。いっしゃ。なんや、どっかの可愛い子ちゃんが俺の噂でもしとるんかいな。これで私たちの知名度は格段に上がった。あいつらが私たちの手助けをしてくれるとは。でも本当に勝てるのかしら。聞けば新聞部の連中は全員青野のお手つきらしい。お手つき？なあ、レン、お手つきってなんだ？後で説明しますから、今はランの話を聞きましょう。うん、分かった。続きを話していいか？どうぞ。うん。それじゃあ結論を一気に。他人の女を思い続けることは非常に辛い。届かぬ思いに気持ちがくじけている。そんな連中も多いはずだ。そんなモテない君たちが今日の新聞を見たらどうだ？うわ、完璧な七夕じゃない。だけどさ、そんなにうまくいくのか？それを確かめるために今夜も無限よ、行くぞ！いいから準備をしろ！返事！おーい。やっほー！つくねー！今日は二人っきりで、いっぱい泳ごうね。気持ちいい。今日中に必ずつくねを落としてみせるわ。あー、水着が取れちゃった。
う少し上。あ、そう、そこ。ちょっと緩いかな。もっときつく縛ってじゃないと胸が大きいからこぼれちゃう。もっともっとぎゅーっと。ああ、いい感じ。